そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら裸足を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。生きて曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、薪の明かりを歌いました。2019年1月の23日水曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の日課としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうもね、今日は見えてます。チョベリグス、ありがとう。遅くにありがとうね。お互いに お疲れ様。今日は見える、うん、昨日見えなかったんだね。昨日だからね、話終わった後さ、アップ、うん、終わりでアップされる動画見てさ、コメントがあってね、質疑しました。うん、ありがとうね。本当に、なんか不具合でね、アプリか配信の不具合かなんかでね、昨日ね、同じスマホなんだけどね、全然コメント表示されなかったんですね。だから誰も返さないと思って、ごめんなさいね、答えないで。無視じゃないからね、あれね。なんか不具合でね、配信の不具合でね、アプリかなんかの不具合、なんか、コメントが、配信できてたんだけどね、コメント全然僕のところにはね、表示されなかったんですね。だから分かんなかったんです。ごめんなさいね。誰も、チョブリさん、ありがとうね。マサさん、こんばんは。分かった？チョブリさん、そういう、うん。昨日はなんか不具合でね、コメントがね、なかった、見えなかった、僕のところ。見えないふりじゃないからね、今日は見えてるからね、うん。見えないふりじゃないから大丈夫よ。今日は見えてますよ。チョベリグさんどうもね。マスさんどうもね。あ、不具合でね、昨日僕のところの配信画面にはね、何もコメント出なく表示されなかったんだよね。誰も書かないのかなと思って。配信終わった後さ、アップされるの見て知ったんだ。あったんだって。不具合かなと思ってね。ごめんなさいね。うん。あり。分かった、大丈夫。違う、タイファさんの講さんどうもね、うん。仕事で遅くなったんですよ。うん。夜遊びじゃない、仕事だよ、仕事。夜遊びじゃないよ、仕事だよ。うん。工場仕事はいろいろあるからさ。疲れちゃった。でも夜が明けて仕事だからね。軽く、もう3期もあったんで。じゃあ軽く一杯飲んで、今日はそれで終わろうというのは軽く一杯。軽く一杯飲んでね。終わろうね。まあヨガが仕事だから。まあ3、4時間寝るからさ。今日アルコールバーナーでちょっとね、軽く炒め物して。今日はアルコールバーナーで軽く炒め物しようかな。はあ。疲れた。今日はアルコールバーナーで軽く炒め物。ね、こんな感じ。はあ。この久々。ユーザーさんからもらったエヴァ匂いのこのごとく使って寝れない、ごめんなさいね、うん、でも僕に30分であると思うんで、30半過ぎに終わると思うんで、うん、頑張るちょう。今日アルコールバーナーで軽く痛いものやろうかな。ああ疲れた。100円ショップがこの消えちゃった。まだ大丈夫。
今日はね、この去年の職場のお歳暮でもらったことも、まあ、あれこれ、最初1本のもう500で、つまみはこれ、ウインナー、粗びき、まず粗びきウインナー1袋だけ炒めよう、1袋だけ炒めよう。これ辛くいって全部食べちゃうだろうさ。でもね、まあ、蓋で。はあ、みんな軽かぶって。仕事ですよ、仕事。何やかんや言って。この子、風呂入ったりと明日の用意してさ、こんな時間。うん。うん。4本入ってんだ、これ、1袋。5本か。5本だ。今日5本だ。広く1袋でいいや。ウインナー。これね、粗びきポークウインナー。今日5本。これ適当に炒めて。スーパードライ500の1本。おぉ、冬、まだ5月ぐらい春になったの思うと思ったけどさ、1本飲んじゃう。うん。ありがとうね。うん。僕はもう、3時40分ぐらい終わるから。うん、みんな一歩。お、いいね。これね、ウインナー。アルコールバーナーでウインナー。適当に空入りして。じゃあ飲もうか。この間、年末の職場のお歳暮でいただいたやつね。スーパードラもらったって言ったやつ。初です。ああ。日本酒あるけどさ、めんどくさいし、もう、それほどもう夜そんな、今日寝る時間少ないからさ、ビールこれ一本にしとこうと思って。はい、乾杯。なんかしないよ。ね、うん、いい感じだ。いいんだ、ご飯で。あ、うまいなぁ、やっぱ。それはだけだし。帰って、たくこの一杯って最高だよね、これね。今日はスーパードライです。はい、乾杯。もう、双子小屋さん。もうすぐ閉店だからさ、もう去年のクレジットもビールとか販売してないからね。はい、乾杯。ああ、うまい。みんなこんなもんでいいや。火消そうもん。火取った。じゃあみんな炒め。これで。ほんと昨日コメント書いた人ごめんなさいね。僕の方の不具合でさ、配信はできてもね、コメントが表示されなかったんだよね。終わった後知ったごめんなさい。うん、うん、結構したね。うん、行こうか。ウインナー、だいぶ美味しかった。そうなんだ。レインボーブリッジから芝方面って言うと、レインボーブリッジ？でもあれは、芝には行かないで、あ？レインボーブリッジって輪郭都心だもんね、あれ。じゃあ、江東区の方もあるってことか、芝ってことは。そういうこと？有明の方通って、そういう意味かな、あれ。そういうことだな。あれ、レインボーブリッジは東頂湖にかかるもんでさ、ね、そうかね。
うまいね。今ちょうど冬まで寒いからさ、ここはさ、暖房入るけどさ、隣の台所の方はさ、寒いからさ、冷蔵庫なんてちょうどいいや。今夏場じゃないからさ、隣の台所の方はさ、冷てえから、置いといたのとちょうどいい。残業でした。アキラさんどうもね、昨日配信来たのかな、ちょっとわかんないけどね。僕の方のコメントは表示されなかったんで、わかんなかったんでごめんなさいね。無視じゃないからね、昨日、一部の人はさ、僕が無視してるとか書いてる人いるけど、あんなもん嘘だからね。僕が言ってるように、コメントも、本当今もさっき言ってるようにね、僕のところにはコメント表示されなかっただけなんで、無視じゃないから、そんな器用な真似しないできないからね、僕ね。目の前にコメントあんのに、それをさ、全く見てない風なんてできっこないんで、僕はそんなことね。本当に見えてたらちゃんと反応するからさ、無視なんかしてないからね、僕はね。どうもね。今日は見えてる。ありがとうね、アキレスさん。どうもね。昨日、本当不具合で将棋されなかったんだよね。でも、配信はできてよかったけどさ。いざ、スマホのアプリでやってんだけどさ、僕、スマホの YouTube アプリで動画配信やってんだけどね。あら、コメントが表記されなかったんだよね。うん、あれカレーの日だったからね。カレーの日っていうのは言ったよね、動画の中でね。あれ54円なのね、安いね。54円。そう、あれ。アコレっていうイオン系のスーパーで54円で売ってんだよね。安い。税込みね。50円の税込みだ、50円。イオンって言ってもさ、店によっておいずれも聞かんだよね、あれ。アコレで54円で売ってるトップバリューのカレーはさ、グルメシティとか売ってねえんだもんな。今日行ってみたけどさ。足りた僕ある。カレー伸ばす感じするから僕。貧乏たらしく食べるから大丈夫僕。貧乏たらしくカレー汁をさ、伸ばして食ってるから大丈夫僕。うまい。比べるね。それは2つとも比べるもんじゃないからね。どっちも好きと比べらんないです。次元が違うからね。物が違うから。比べるもんじゃないよ、それは。いいんだよ。トップバリューのやつ。2個くるんで260円ぐらいか。その1袋。今日遅いから1袋ね。2個、2個嫌から、これ2個入って、260円ぐらい。では、スーパーじゃない。今日は食べない、そんな。もう遅いから、これでおしまい。ああ、でもほんとちょうどいい、これ。温度がちょうどいいね、これね。隣に置いとけばさ、ちょうどいい。今、冬場で寒いから。今いる僕のこの部屋はさ、エアコン入るから、そこの、それ、あったかいけど、隣の台所はほんと寒いからね。風呂とかトイレなの、ほんま。違うよ、仕事で遅くなっちゃったの。トップバリューもいっぱいあっていいよね、ほんと。あれ、ダイエー系がさ、あれ、いいようになったのが嬉しいね。あれ、あの系列全部いいようになったからね。あれね。あれ、セーフってあれ、ダイエーの連結子会社だったから一緒に破綻したからね。あれ、結構、経線にも結構セーフあったからさ。あれももう4件になったからね。あれ嬉しいよね、ほんとね。お手頃になってね。今日セーフはね、結構上がった。ヨークマートの、一時はそうだ、セーフまで、最初はセーフもね、一時はヨークマート8回ぐらいあったんだよな。でも、全然負けちゃったから。
あ、うめえ。ないよ、僕、仕事で分かっちゃったんだよ。ああ、疲れた。はい、でも、夜明けて仕事なんでね。じゃこの辺で。ああ、疲れた。今何時だ。じゃあ、最後、ウィンナー1個食っておしまい。そういう時はね、会社の方でよく弁当買ってくるんで、松屋の弁当とかね。でもそれだけだったからね。寝話もしないもん。ジェニファーって思い出すなら、横須賀のあの人かな？違うか。こんばんは。合ってます、ジェニファーって。行っちゃった？どうかな。ああ、疲れた。晩飯っていうか、もうちょっと帰って、仕事から帰ったところなんでね、軽く飲んで、500の缶、スーパーダイの500の缶とウインナーの袋で、今日は。軽く横なってって、まだ寝れると思う、3、4時間寝れると思うんでね。3、4時間したらね、仕事です。じゃあおやすみね。今日20分足らずですが、この辺で。昨日は1、2回じゃなかったけどね。コメント見なかったけどね。今日は遅いからそんなできないからね。ごめんね、おやすみなさいね。今日はこの辺で。また軽く寝て、朝夜が明けて仕事なんでね、おやすみなさい。おやすみなさい。晩飯です。あ、お互いにね。あ、そうわかんない。どうもね。歌はね、今日はね、街の明かりを歌いました。街の明かりを最初に。じゃあ今日はこの辺で。おやすみなさい。ありがとうね、遅くにね。ありがとう。今日はコメント見れるよ。講師山本さんどうもね。ゲストさんどうもね。アキューさんどうもね。チョベリューさんどうもね。ジェニファーさんどうもね。おやすみなさいね。また。サンエブルース、また今度ね。おやすみね。じゃあ終わりました。どうも。